ロシア経済制裁の効力、企業による自主制裁が効いていたという結果、政府よりも企業による制裁が効き、撤退した企業の株価が上昇するという結果が。しかし、経済規模の大きな中国が相手なら違う予測も。現在の経済的な痛みを覚悟してでも未来に投資するとは。ロシアに進出している外資系企業で、ウクライナ侵攻が始まった直後に撤退を表明した企業はそれほど多くはなかった。ロシア進出企業の動向を追跡しているエール大学経営大学院のジェフリー・ソネンフェルド教授の推計では、当初撤退を発表した企業は数十社だったという。だが、侵攻への国際社会の反発が高まる中で、程度の差こそあれ、ロシアでの事業を縮小した企業は1000社を超える。道義的な問題だけに目を向ければ撤退一択だったとしても、企業の立場から言えば話はもっと込み入っている。企業にとってロシアからの撤退や事業の縮小は複雑かつ時間のかかる厄介な問題だ。言うまでもなく金の問題もある。ロシアの国営エネルギー大手ガスプロムとの合弁事業から撤退した A エネルギー大手シェルは、今年1から3月期に42億ドル超の損失を計上した。マクドナルドは4月から6月期に撤退に伴うコストを12億ドル計上した。ロシアから撤退する企業がさらに増えれば、侵攻を思いとどまるほどの痛みをロシアに与えることになるのだろうか。そしてそれは、ロシア経済や世界経済にどれほどのコストを強いることになるのだろう。アメリカ政府は近年、国際問題の解決を図るための武器として、経済制裁を多用するようになっている。だが、ソネンフェルドによれば、企業が自発的に行う自主制裁の効果の方が強力だ。ビジネスの自発的ボイコットは、政府の制裁よりずっと規模が大きいとソネンフェルドは言う。政府が行う制裁とは別に、企業のこうした行動だけで、ロシアの GDP の 46% が影響を受けている。株価上昇でコストは相殺？ソネンフェルドによれば、参考になるのがアパルトヘイト人種隔離政策時代の南アフリカからのダイベストメント、投資の撤退だ。アパルトヘイト撤廃に貢献した南アフリカのデズモンド・ツツ元大主教と、かつて話をした時のことをソネンフェルドはこう振り返る。政府の制裁が助けになるのは確かだが、象徴的にも実質的にも大きな影響をもたらしたのは、企業の自発的なビジネスボイコットだったと彼は見ていた。ソネンフェルドが所長を務めるエール大学の経営者リーダーシップ研究所は、1300社以上を対象にロシアからの撤退度を6段階で評価。これまでのところ300社以上が完全に撤退し、約170社がロシア事業の一部を縮小した。最も多かったのが、事業は停止したが再開する選択肢も残した一時停止で500社近く。新規投資はしないが、既存事業は続けている様子見の企業は160社だった。従来の事業をそのまま維持し、撤退や規模縮小の計画も明らかにしていない継続に該当した企業は240社だった。この中には、外食チェーンのハードロックカフェや医療機器のメドトロニックといったアメリカ企業が含まれる。ソネンフェルドによれば、対応が特に早かったのは専門的なサービスを提供する企業や石油大手、テクノロジー大手だ。この3つのジャンルが最初に動いたことにはびっくりした。奇妙なことに、ファッションや香水、消費財、カジュアルダイニング、果ては一般大衆の感情を読むことを得意としているはずの広告代理店は驚くほど出遅れた。5月に発表した論文で、ソネンフェルドらは、ロシアからの撤退は道義的に正しいだけでなく、ビジネス面でも利点があると主張した。撤退して以降、
そのコストを埋め合わせるに足るほど株価が上昇した企業がある一方で、事業継続を選んだ企業の株価は低迷しているというのだ。特にロシア事業の売却を発表したハイネケン、シェル、エクソンモービル、カールスバーグ、アンハイザー・ブッシュ・インベブ、ソシエテ・ジェネラルの6社では、売却資産の価値の総計をはるかに上回る富が生み出された。さらに驚くべきは、6社の株価はいずれもロシアからの撤退を発表した後に上昇したが、多くの場合、発表の前には株価は急落していたという。イギリス王立国際問題研究所の客員研究員、ティモシー・アッシュに言わせれば、ロシア事業を継続したところで先はない。見通しは暗い。よほど愚かでなければ、地政学的な話が根本的に変わったことはわかるはず。出口戦略をどうするかだけの話だと私は思う、とアッシュは言う。だが経営に実際に携わっている人々にとっては、話はそれほど単純ではない。スウェーデンの通信大手テリアは、ロシアなど権威主義体制の国々でも事業を行っている。テリアの上級副社長、レイチェル・サムレンは、そうした国々での事業は、やめればいいという話ではない。非常に複雑な問題があるという。ロシアの経済要塞化は失敗。6月上旬、各国の外交、政界、実業界のリーダーが集うコペンハーゲン民主主義サミットが今年も民主主義同盟財団の主催で開かれた。旗振り役は同財団の会長で NATO 北大西洋条約機構前事務総長のアナス・フォー・ラスムセン。民主主義国家間の連携と独裁主義の台頭へ抵抗を促すことを目的とする。サミットではサムレンの司会で敵と取引するにはと題したパネルディスカッションが開かれた。この席でイギリスの多国籍企業セントラルニックのベン・クロフォード CEO は、ロシアのような独裁国家からの突然の撤退には思わぬマイナス面もあり得ると指摘した。セントラルニックは一流の組織や企業のドメイン名を管理している。ロシアと絶縁すれば、知的財産であるドメイン名がサーバー犯罪者や偽造業者、場合によってはもっと悪質な輩の手に渡るかもしれないとクロフォードは述べた。知的財産を守ることが最大の責務だと私たちは認識するに至った。ロシアと取引を続けるとしたら、それはもっと重要な目的のためだ。Google でグローバルアフェア担当社長を務めるケント・ウォーカーは本誌に対し、ロシアでのプレゼンスを維持した方が良い結果を招くというのが社の考えだと語った。Google はロシアで有料サービスをすべて停止した。ロシアのユーザーは現在、Google プレイでアプリを購入したり、サブスクリプションサービスを利用したりすることはできない。だが、購入あるいはダウンロード済みのコンテンツは利用できるし、無料アプリにもアクセスできる。事実と真実を明るみに出すことが Google の貢献であり、可能な限りその貢献を続けていく、とウォーカーは述べた。我が社は、上質な情報源の提供を心がけており、Google 検索がフェイクニュースの解毒剤になることを望んでいる。一方、ディスカッションに参加したドイツ産業連盟 BDI のウォルフガング・ニーダー・マルク理事の見解は異なる。ロシアとの関係はこの先長い間破綻したままだろうとニーダー・マルクは言う。プーチン大統領は文明世界における最低限のコンセンサスを放棄したのだから、当面ロシアと正常な商取引を行うのは不可能。このことを政府や企業も受け入れなければならない。ドイツ企業がロシアとのビジネスを再開するには停戦だけでは足りない。国際法に背き、ウクライナで犯罪行為を行うロシアは、その振る舞いを根底から改める必要がある。だがそんな変化は当分望めない。王立国際問題研究所のアッシュもまた、欧米とロシアの関係は根本的かつ長期的に変化したと考える。